はい、皆さんこんにちは。今日の iPad の話なんですけど、リクエストがありまして、iPad がオフラインでできることできないことをね、まとめてほしいということなんで、まあ、例えばね、 Wi-Fi モデルで Wi-Fi がない場所で使った場合にはね、何ができて何ができないのかというのをね、今日はまとめていきたいと思っています。はい、ということで iPad には Wi-Fi モデルと Wi-Fi プラスセルラーモデルっていうのありますけども、まあ基本的にオフラインでできることっていうのは、まあ MacBook とかですね、 iPhone とまあ考え方はね同じかなというところでですね、まあ Wi-Fi 未接続でもセルラーモデルの圏外でも同じですけども、インターネット接続が伴わないとできないことは、まあ基本的にはできないというねことになります。で、今日はね、具体的に何ができて何ができないかっていうのを、まあ疑似的にこの機内モードにしてお見せしていきたいと思います。で、まずはね、できないことから入りたいと思います。で、オフラインだと当然インターネットにつながっていないですから、このようにウェブブラウジングなんかではね、見ることができません。もちろん SNS、 例えば Twitter なんかもですね、まあ、このような表示が出てしまいますね。そしてオフラインでは当然ですが、買い物アプリも使うことができないということでね、まあ、こんなような表示が出ますけども、まあ、同じことはこのように Amazon だけでなくですね、まあ、Apple Store のアプリなんかでもね、同じようにまあインターネットに接続してくださいという表示が出ますよね。あとは iTunes での音楽の購入なんていうのもね、当然通信がないとできないことですよね。そしてアプリの購入や無料アプリのダウンロードなんかに関しても当然オフラインではできないようになっています。あとはね、 App Store の設定のところでこの非使用のアップを取り除くという設定にしている場合、一定期間使わないアプリはこのようにね、サムネイルだけになるんですけども、これをオフラインで使おうとしてもね、このように使えませんというのが出てきますね。で、あとはマップについても、オンラインの時に検索とかしてね、このようにルートを出しているものについてもこのようにオフラインにしてしまうと、まあ、表示はねされたままにはなるんですけど、まあいろいろダウンロードされていないデータがありますからね、こうやってズームアップすると表示されなくなったりするんで、まあ実質使えないと思った方がいいですよね。はい、そして Wi-Fi モデルの写真位置情報については、例えばね、これテザリングで今 iPhone につないだ状態ですけども、で、これでね、今 Wi-Fi モデルで写真を撮ったんですね。そうするとこの場合メタデータにちゃんと位置情報が記録されていまして、正確な場所だったんですけどね、これは家からね遠く離れた場所なんで心配しないでください。確かにね入ってます。で、この状態でね、上のやつ、これ Wi-Fi モデルの Wi-Fi を切ってオフラインの状態にして場所を移動しております。で、これショッピングセンターのね駐車場なんですけど、ここではね、このように Wi-Fi つながってないのがわかると思いますけど、で、ここでね、また写真を撮りました。で、この場合メタデータに位置情報入ってこないですから、まあ Wi-Fi モデルでオフラインだと位置情報はねつけられないんですよね。で、さっきねオフにしていた Wi-Fi ですけどね、これちゃんとオンにした状態でもう一回撮ってみたんですけど、これでもね残念ながらメタデータには位置情報は記録されていないというね感じなんで、まあこれできないことのね一つですね。はい、で、ここからね、条件付きでできることとできないことがあるものというところで、まずはね、メールについてはもう受信は不可能ってことで、メールアプリ立ち上げるとこんな表示が出ます。ただね、この新規メールをね、作成は可能となっているんで、途中でやめて下書きの方にですね、保存することができるんで、まあこのようにね、下書きというね、ボックスに入ってるんで、まあこれオンラインになった時に送信すればいいという感じです。はい、そしてメモの iCloud 同期は基本的にはねできないですね、オフラインだと。ただし新規のメモの作成は可能となっていますんで、まあ、何かねこう作って、で、保存は可能で、まあ、オンラインになったらですね同期するようになってますね。で、写真については iCloud 写真がこの端末の容量と iCloud の容量との兼ね合いで、まあ、iPad のストレージを最適化っていう設定の方多いと思うんですけども、で、その場合 iPad が勝手に調整してくれて、例えばね、オリジナルデータがないこの写真なんかだと、この右端の下のところにね、i っていうマークが出るんですよね。で、これを押しますと、オリジナルがない場合には、このオフラインではね、使えませんという表示が出てきてしまいます。で、逆にオリジナルのあるもの、これはね、この iPad で撮ったやつですけど、右端に i のマークがないですから、まあ、当然ね、まあ、直接編集などができるようになっています。
はい、そして容量の多い iPad Pro なんかだとオリジナルをダウンロードという設定にもできると思うんで、まあその場合ですね、まあ、この全てがオリジナルのデータがダウンロードされてますから、もう全てのデータについて、まあ、このね編集なんかは可能となっていますよね。であとはまあ文書作成の iWork とかだと、例えばね Pages というねワード系のやつでやってみますけど、でこの iCloud のフォルダーのところで新規作成っていうのはね可能となっていまして、これ文章をね作ることができます。で作成後に処理ってボタンを押しますとね、このフォルダーのとこ行きますけど、この iCloud ドライブのフォルダーの中に保存したとしてもですね、まあ、このようにねちゃんと保存されていて、ただ同期とアップロードが不可という状態なんで、まあ、オンラインになったらね同期をしてくれるというね感じなんですね。まあ人によってはね、この iPad 内というローカルの方にね保存することもね可能なんで、まあそれでもいいかもしれません。はい、そして Office なんかだとねどうなんでしょうか。例えばね Word の場合ですけど、クラウド関連はねやはり通信がないですから使用は不可ということでね、まあ擬似的な機内モードの時はねこういったコーションが出ます。ただしあらかじめオンラインの時にサインインをねしてあれば作成はね可能っていうことで、まあ文書なんかね、普通に作ることができます。例えばこれ文字をね打ち込んだ後に写真の挿入なんかをやる場合に、まあ、ここね写真のマークを押しますと写真のフォルダーにアクセスしますけども、でこの場合ですね、例えばオリジナルデータをないものをねやろうとしたら、まあやっぱりね通信が必要だって出てきちゃうんですよね。ただオリジナルデータがねこの iPad 内にあるものについてはこのようにね貼り付けが可能となっていますから、まあその点はちょっとね注意点かもしれませんね。そして保存については下書きの削除か保存か選べるようになってますが、保存のねボタンを押した場合でも、この保存先がクラウド、この場合ワンドライブになってたんですかね、まあ、なってるとねこれサーバーに接続できませんでしたっていうのが出るんで、まあオフラインではね、まあ、当然不可能ですが、まあ、この iPad 内のローカルにはね保存することが可能となっていますね。でオフィスの注意点については、オンラインの時にサインインをしていない場合ですね、このように、まあ、何もね名前とかも出てこないわけですけど、でこの場合はですね、残念ながら作成画面にはなるんですけどね、サインしていないのでこのファイルを編集とかね保存ができないってことで、サインインボタンを押すとネットワーク接続が必要というのがね出てきちゃうんですね。はい、そしてグッドノートについてはどうでしょうか。手書きのノートの、ね、アプリですけど、これの場合はですね、オフラインでも、まあ、新規のノートっていうのはまあ当然作れますよね。で、まあ、何かをね書き込んで、まあ、ノートをね作成することができます。でこのノート名オフラインっていうのをねつけて終了しますけども、それでもねこの書類のフォルダにはねオフラインというノートがね確かに保存されてるんですよね。ただ同期はねされないみたいで、これはね別の iPad Air の方ですけどね、こっちには同期が反映されないんですよね。で作成に使ったオフラインの iPad の方をオンラインにするとですね同期が始まるって感じで、この黒いマークがね出てアップロードをねしている様子が分かりますけども、でこのようにねちょっと待っていると別の iPad の方にも同じノートが反映されて同期されるというねことですね。はい、そしてミュージックアプリについても条件付きでできることできないことっていうのが存在しまして、基本的にはね Apple Music にアクセスすることはねできないんですね。まあこのように、まあ、今すぐ聞くとか見つけるとかラジオとかね、まあ、そのあたり検索も含めて全くアクセスはできないです。ただしライブラリーのところのダウンロード済みというものに入っている楽曲についてはですね、まあ、すでにオリジナルデータが、ね、入っていますから、まあ、当然ですねこのように表示ができて、で曲の方をね選びますとこのように出てきたものをね再生すると音楽がちゃんとね再生できるわけですね。ただ注意が必要なのは、ライブラリーにあってもダウンロードされていないものは再生が不可ということでね、例えばこの曲、ダウンロードされてないんですけどね、ライブラリーで出てきたのを再生をしてもね、再生できないんですね。はい、そして動画配信、例えばプライムビデオなんかもホームなどは読み込めなくて、Wi-Fi を使用してくださいっていう表示が出ます。ただし Apple Music 同様、ダウンロードされた動画は再生可能で、このダウンロードタブを押して、まあ、ダウンロード済みのものがあればですね、まあ、これが再生できるようになっています。
まあ、例えばね、飛行機に長い時間乗るときとかね、私は結構の数をダウンロードして持ってったりしますけどね。まあ、あとはまあ移動中のモバイルデータの節約のために電車用にダウンロードもありだと思います。で、同じことは Apple TV もありまして、立ち上げてもね、オフラインだと接続なしって出ちゃうんですね。で、ダウンロードされてるものがあればね、このように表示されるんで、まあ、そこから再生っていうのはね、可能となっています。はい、そしてゲームはですね、まあ、ゲームによってはローカルで使うこともね、できるのもあるようで、まあ、例えば太鼓の達人なんかね、これオフラインでもプレイは可能となっていますね。ただクイック通信対戦のようなものは不可能となっていまして、これやろうとするとこのようにね、通信を確保しろというのが出てきてしまいます。あとは同じくね、このゲームなんかだと普通にプレイはできたんですけどね、この課金ですよね、このゲーム内でのキャッシュっていうのを買うなんていうのになるとね、これを押すとやはりね、これに関してもネットワークに接続できないですというのが出てきてしまいます。で、あとはね、無条件でできることってまあそんなに多くはないんですけどね。例えばね、エアドロップはできますね。これ自宅の Wi-Fi 切っちゃって、この iPad の Wi-Fi と Bluetooth はオンなんだけど、実質ネットワークにつながってない状態ですね。まあこのようにね、ホームページ読めないってことがね、確認できていますけども。で、この状態でエアドロップなんかのね、写真を1個、まあ、別の iPad にね、送ってみます。まあ iPhone でもいいですけどね。で、その場合はですね、こちら送ろうとするとね、ちゃんと送れて、こっちの iPad mini の方にもね、同じ写真が来るんでね、問題なし。そして、Bluetooth のイヤホンについても、まあ、このオフラインであってもですね、Bluetooth さえオンになっていればまあ使えるので、で、ここはまあ心配しないでいいところですね。で、最後、セルラーモデルの写真の位置情報っていうのは、これさっきのね、時に、まあ、セルラーモデルのね、iPad mini もね、やってたんですけどね、まあ、このように Wi-Fi につながった状態では、まあ、当然ですね、Wi-Fi モデル同様に、メタデータに正確な情報がね、入ってくるわけですね。じゃあオフラインにして移動した状態でですね、これ接続なしの状態でもう一回撮ってみました。で、この場合ですね、住所はね、正確には出てませんけども、位置情報がね、ちゃんと入ってるんですよね。そして自宅に帰ってから Wi-Fi の方をオンにするとですね、まあ、その座標との紐付けっていうのがね、行われたようで、まあ、このようにね、まあ、正確な位置がですね、ショッピングセンターの名前が出ておりましたね。はい、ということで、オフラインでの iPad でやれることっていうのは、まあそんなにたくさんはないんですけどね、まあ、この通信が伴うものは全てできないわけですけど、まあただね、アプリとかによってはですね、部分的に可能だったりしますんで、まあそのあたりね、通信のない状態でもね、可能なことがあるんで、まあ工夫しながらにはなりますけども、まあ使えないこともないというね、ところですね。まあそういう意味でもね、ダウンロードを多くしたい場合には、まあちょっとね、Wi-Fi モデルでも、ストレージ容量の多いものを買っとくと、やりやすいのかも分かりません。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。